アルサンホビー動画チャンネルです。1月、17日入荷の新製品、再入荷品の、ご紹介になります。まずこちらが、ピットロードより、発売になりました、筋彫りの道具、パネルライン、溝が、0.1 ミリが切れるタイプです。素材がタングステンの、非常に硬い金属を使っています。こちらの、こちら側と、0.15 ミリと、0.2 ミリが、入荷しております。あとこちらが、ピットロードの、新製品で、海上自衛隊の護衛艦、もがみです。でこちらが新製品の、青島の、ホンダ NSR250R です。でこちらからはバンダイの、再入荷品になります。まず ポケプラクイック のミミッチュです。でこちらが、ポケプラの、ミュウツーです。でこちらが、ポケプラの、ピカチュウです。でこちらがポケプラの、EV です。こちらが、ポケプラの、リザードンアイドカイリュウになります。でこちらが、バンダイ SDX ダブルオーガンダムです。でこちらが、バンダイ SDX、ガンダムアストレイレッドフレームです。こちらが SDEX ストライクフリーダムガンダムです。でこちらが、レジェンド BB コマンドガンダムです。でこちらがレジェンド BB 武者ガンダムです。でこちらがレジェンド BB、武者ビクトリーです。でこちらが、レジェンド BB 武者、ゴッドマルです。でこちらが、レジェンド BB 2代目ガンダム大将軍です。でこちらが、ハイグレード UC、ガンタンクです。でこちらが、リアルグレードシリーズニューガンダムです。でこちらが、リアルグレードシリーズダブルオーライザーです。でこちらが、リアルグレードシリーズウィングガンダムゼロ EW です。でこちらが、リアルグレードトールギス EW です。こちらがリアルグレード、ガンダムアストレイレッドフレームです。次に、マスターグレードシリーズ、ガンダムマーク2 バージョン2、キターンズカラーです。こちらがバンダイマスターグレードシリーズ、トールギスです。こちらが、マスターグレードシリーズ陸戦型ガンダムです。こちらが、マスターグレードシリーズジブスナイパー2です。でこちらが、マスターグレードウィングガンダム、ゼロです。プロトゼロです。でこちらが、RX78 ガンダム、バージョン 3.0 です。でこちらがマスターグレード、シナンジュスタインバージョン KA です。こちらがマスターグレードシリーズ、ドムです。でこちらが、マスターグレードシリーズ、EXS ガンダム、S ガンダムになります。以上が本日入荷した、新製品再入荷品になります。ぜひお客様のご来店お待ちしております。このような商品の、ご紹介を、しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。